今回は猫先生が優しく教える起業のやり方を紹介します。この本は猫先生と起業したいけど何からやっていいかわからないという5人の人との対話形式で構成されています。この本で取り上げられているのは実際に起業するための手続きだったり銀行からの融資を受けるための流れや考え方の部分が多いです。でもどんなビジネスをする上でも共通する本質的な話も結構していたのでこの動画ではユーザー目線で考えるという話を取り上げようと思います。まずどんな事業をするのかについてです。3つの大事な要素があるのですが社会が求めていること自分ができること自分がしたいことこの3つが重なる部分で起業しましょうと言っています。こんなに素晴らしいサービスを作ったのだから売れないのは世間がおかしいと考えてしまいがちですがお客様が欲しいと思うかどうかが全てということです。また自分ができなかったとしても誰かと共同でやるのであればその人ができれば2つ目の自分ができることの問題もクリアになります。熱意を持ってやれることなのであれば現在の能力は最優先事項ではないということですね。そして誰かと共同でやるという話をしたので少しだけ人脈の話にも触れます。ここで言われているのは人脈とは名刺の数ではないということです。どんなにいっぱい名刺を持っていようが自分が困っている時に助けてくれるような関係でなければ意味がないということです。例えば2時間の交流会があったとして全員と名刺交換をするという発想はナンセンスだと言っています。一緒にビジネスをするような関係を築くための時間にする、つまり極論1人2人とじっくり話せればいいということです。それがお得意先につながったり共同事業者になったりするため自分のできることの問題はクリアするかもしれません。もしくは実績が出るまではそういった人が集まるところには行かずに1人でコツコツと挑戦と失敗を繰り返すというのもありだと思います。どちらにせよ自分なのか仲間なのかは分かりませんが世間が求めているニーズを見つけたところでそれを解決する力がなければどうにもなりません。なのでまずは自分がしたいことニーズをざっくりと分析した上で自分磨きをしていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに。